本日も動画の撮影をさせていただきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。ちょっとね、怪我してるんで、しっ張っておりますけど、えー、心と体の非常に最高の処方箋は僕はプロレスだと思っており,おりますので、多くの方にね、プロレスを見ていただければと思います、えー。今日はですね、東京女子でございます。いやー、すごく楽しみにしておりまして、まあ、この6月9日がもうプロレス、プロレス、プロレスですよ。 後楽園ホールも昼は東京女子で夜はノアでしたからねで新日もあり戦場もありちょっとねプロレスだらけすぎてしかもその日昨日はその日は雷陣もありましたしねちょっと詰め込みすぎなんじゃねえかっていうふうに思ってまあ登場もね最近面白いと思ってで最近はこの本も読んでるんでこの長州力だったりとか佐山、えー、悟だったりとかですね。 えー、ジャンやっぱこうやって本を持っていくと見てるとやっぱプロレスっていろんな先代の歴史があ,あって積み重なってるんだなっていうふうに思っててだからそういう意味では、まあ、世代交代しかり、うん、外敵しかりだからこう三沢対反戦みたいなだから今回テイラーとベイジーでしたかねベイジーじゃなかったかなインペイジーゲーマーみたいな。 ガイルの曲で入場していくだからこう外,的外国と日本人の戦いっていうのとかあなんかそういうふうに思っていくのは新人同士とかねそういうのがあっていくとやっぱ面白いなっていうふうに思って特に第一試合のデイジー・モンキーとハル・うん春ルナですよねオークボルナと忠城春・ハル。 まあ実際プリンセスカップ取って雪に木から取ってデジモンキーがやってるとデジモンがチャンピオンだと、まあ、この間上原若菜とひまわりが戦ったみたいに、まあ、他のレスラーは生きやすいですよね新人ってでこれこそ高見詩と七瀬千佳だったりとかキラサマーだったりとか、まあ、さて若手の1年目2年目、まあ、真広東雅とか真広東雅が 組んだら意外と勝つんじゃねえかとか思ったりしますけどラクポムとかもいけそうなんでだからこのデイジーモンキーが取っててだかハクチュームとかだと中島翔子とかそうなってくると取りづらいんでねだからチャレンジした時にこういい感じでこうチームの底上げだったりとか、まあ、チャンピオンシップいけたりとか、まあ、そういうのがあってて、まあ、個人的には僕はめちゃめちゃ大久保選手に期待してるんで大久保選手の気の強さがね ま正直大久保選手は、うん、デイジーモンキーのところに通用するんじゃねえかみたいなまあ、高1ですからね、うん、高校卒業だから3年後とかにはね風代春と春ルナコンビでまあ、個人的には春ルナでプリプリとかあそうやってベルトのシングルをかけるとか まああのー、チャンピオン管理の決勝だったりとかなんかそういうのが見れたらいいかなっていうふうになんかこう新しい世代のもうデジモンと10個違うみたいなただでさえデジモン若いのに遠藤有紗もかなり苦労したし、うん、スズメも苦労していて今トップですからね試合もこういい試合になりがちなんでね,雪にきだとねもう 圧倒的力のさ見せつけられてコテンパンにされて終わるみたいななんかそうチャレンジッチになりがちなんでねうん、まあ、そこのところにはちょっとまだ期待してきるんでねうんちょっと楽しみですよね試合負けちゃいましたけどまあこうファンとしては第1試合から、まあ、い,きいきなりね試合ですしでそれでもし春ル,ルナがデジモンに勝ったら今度チャンピオンベルトかけろって言えたりしますからねそういうのはいいですよね。で僕ははもう一番楽ししみにしてたのは七瀬チカと 高見歌高見歌ですかねですよ。どっちが勝つのかちょっとね地下選手が停滞してたというかデビューの時にもののすごい元気のいい新人でできたなと思ったんで「すよでその後でキラサマー」と「うた」なんですけど最初の時はすごくこう勢いがよくて「大おきたぞ」とこうちょっと大久保ルナみたいな感じのこのまあ元気の強さと体の大きさと気持ちの強さ。 で、雑誌の記事を読んでたら、まあ、プロレスが好きで、まあその時はまだ、ノア・ヒカリさんは休養だったと思うんですけど、まあ対談発表する前で、こう、結構デスマッチにも興味ありますみたいな。ノア・ヒカリさんが聞いたちょっと二度見ぐらいしそうな感じだったんですけど、なんかこの、ちょっと元気がなくて、最初元気良かったのに、このデスマッチしたいだったりとか、パワー系で行きたいだったけど、なんかこう、 気あれみたいな。元気娘なのにみたいな。ちょっとどうしたよみたいな感じで思ったんですけどまあだから打っ選手はねもうここみんなの心掴んでますからねすでにあ。そういう意味で言ったらあのアッパーアップガールプロレスで言ったら鈴木氏の大ピンチですよ。まあ風代春もそうなのかもしれないですけど風代春の場合は多分春ルナコンビで。 盛り上がれると思うんでね去年風代春と鈴木氏の応援してた人たちがもうほぼほぼ高見唄に引っ張られましたからねそれぐらい高見唄はこう人を引きつける力的なのはあの声の出し方とかがむしゃらな感じとかあのパワーで勝負する感じとか気の強さとかなんかそこら辺のところがね、まあ、外国の人にも人気なんじゃねえかなというふうに勝手に思って。そのの元気ががないのが 初勝利して勝ったんですよ、チカ選手が。ゃーって。やっぱずっとこう、モヤモヤしてたんでしょうね。同世代で、で、自力初勝利なんですかは、チカ選手が先で。まあ、デビューが先だから、まあ、当然じゃ当然な形になるのかもしんないですけど、まあ、鈴木志野は、ようやく、東雅ですね、東雅に勝ちの。で、えー、勝春は、 ま、す、日野に勝ったから、一歩か二歩、さらにリードしてますからね、新しい技も身につけて。地下選手は、あの、なんか、ひさそう、なんか名前がありましたね、鳥居の、あの腕をロックして、片目を着て。で、あの状態だと、新日本ポレスの長田裕二選手の、あの、長田ロック3みたいな形で、こう、タップできないからギブアップっていうしかね、屈辱を与えるみたいな。だから実際歌も、こう、ギブアップ、ギブアップ、ギブアップって言ってましたからね。だから、あれが、 ガガンガン決まっていくとそれこそ上のレ,レスラー上原若菜東賀真広ひまわり行くんじゃないですかねだから同世代のところからさらに一歩行けそう、まあ、個人的には大久保るなと七瀬千佳みたいですね、うん、どっちの方が気が強いのかこう気の強さ負けん気ナンバーワンみたいな。 なななんかそんかたい,なっていう、ね、あとは注目してたのがやっぱこの世代交代マッチみたいな形ですよ。えー、中島翔子水木で、えー、中島翔子水木で、えー、愛の雪で、えー、辰巳梨花ですよね。なんか愛の雪が髪を真っ青にしててちょっと面白かった。なんか愛の雪って言ったら僕なんかピンクだったんですけどね。なんかのぞか姉さん。 お姉ちゃんの寄せてんのかなみたいで上原若菜ひまわりで鈴木氏のですよねであと一人が誰でしたっけトウガーかな、うん、で結構上原若菜選手すげえなと思って,てやっぱニュースとか話題でサウナしかり大食いしかりでか知名度のあるレスラーで行くと、まあ、ダントツの人気ですよね海外勢しかり。 でまあ、舞台でも結構出てますしたくさん出てるし、まあ、テレビがあったら見てねって SNS で言うし試合も後楽園であるからこう気合でいくぞ勝つぞっていうところがあったりとかしててだけどやっぱねまあ気合だけでなんとかなるような相手ではないですし相手はもう自力がすごいですからただらねやっぱ上のレスラーたちがすごいのはもう。 努力だけで積み重ねますからね。努力だけとまでは言わないですけど、まあ、今のレスラーたちは努力してると思うんですけど、まあ、その3倍も4倍も努力してて、同じぐらいまでついていくって形になるんだったら、やっぱ中島翔子しかり、ま、あ渡辺美優しかり、多分それぐらいまでトレーニングしていかないと、まあ、追いつくってことは無理なんだろうなというふうに思います。やっぱまあ、乾杯ってゃ乾杯だったですから。 まあちょっと心配なの世代の中で上のレスラーの4人に勝つってなるんだったらやっぱもっと鈴木紫乃がトレーニングしてそこ力を上げていかないとやっぱ同世代の中で遅れてまますもんね、うんまあ、それでいいと思ってるとは思わないですしもうちょっとね鈴木紫乃と高見歌のし,してちょっとね下手しい高見宇歌が鈴木紫乃に勝つなんて全然ありますから。 でもそうかどうかかかどわんちょっと一回アジャにね気合入れてもらわないといけないんじゃないかなと思うんでまあアジャはねあの <laughs> 当時大好きすぎでしょう問題はあるんですけどだからね今回その、まあ、世代闘争は負けましたけどやっぱひまわりが悔しそうな形してたし上原若菜もねみんなに見に来てって言っててこう勝てない試合を見せられた見せたのはやっぱ悔しいと思うんですよ紙テープたくさんあったけどまあ言ったら 嘘をついてしまったみたいな感じじゃないですかこうデスペエル・デスペラード選手の言葉じゃないですけどおお、まあ、ファンに見に来てって言ってやっぱみんなは勝つ試合を見に行きたいわけじゃないですかいい試合だけじゃなくてやっぱそこで期待に応えられなかったのはある種ファンに嘘をついてしまったって形になると思うんでおうそんなわけねいかねえぞとあだからね一人だけ頑張ってもしょうがないんでもっともっと同世代の中で底上げしていかないといけないんでね アジアをもっとうまく使うっていうのが今回キラサマー選手と上福選手とアジア選手でチームアジアみたいなの作っててもう伊藤ちゃんこんなしてましたからねもうもう面白くないですよね世界基準の人たちはやっぱ考え方はちょっと違いますよね伊藤巻希しかりアジアしかり世界でこう注目される人はこう自分が一番だぞっていうねあ伊藤ちゃん今度山下美も,もう帰ってきますからね だから、ね、若手のレスラーはガンガンアジャに絡んでほしいしアジャも多分そこであのいいよっていう風な流れになるしいつまでもまあアジャがねずーっとってわけにもいかないんでまず気合い入れてもらうべきは鈴木氏の叱りまカ、あ、叱かり、まあ、キラー様は今回あったからそうですねだから歌も絡んでいってほしいしうんガンガンね アジャと絡んで上とはかなとアジ,ャアジャしてもいいような気がしますしねどんどんアジャを使って底上げしていかないと今度のプリンセスカップしかり、えー、プリプリのチャンピオンに追いつくしかり今のネ、ね、クジェネ世代がね,、えー、ねあるしかかってると思いますからねただちょっとねタイトルマッチのところはーんって感じだったしまあだから渡辺美優が80キロですか85キロですか をジャイアントスイングできるっていうところがやっぱすげえなーっていうふうに思ったし最近のこのでかい女ブームあるじゃないですかでかい女ブームで誰が走るんかなーっていうふうに思ってたんですけどやっぱこのでかいまあカミーユもでかい女ブームになるっていうかまあそもそもカミーユ自体はもう人気があるんであれですけどやっぱ外国のレスラーがでかい女ブームで入ってくるんじゃねえかと思って二人ともテイラーとベイジーですかねはどっちもめちゃくちゃでかいし結構話題になってましたからね あのー、マリーゴールドでボジらが来たけど登場にもとんでもない人が来ると今なんかこうだからそのレスラーに負け役させてーチャンピオンがどう,うってうのをちょっと僕の中で、まあ、微妙っちゃ微妙なところではあると思うんですけど。 まああのね、でかいレスラーの技をあんだけ受け入れるっていうのは、やっぱチャンピオンとして成長してるなっていうふうに思うし。相関があった新井駅が新人賞からファイナリーですかなかなかの技で決まるっていう説得力がね、ちょっと足りないような僕は危機がしてるんで、なんかもっと新しい新技というか全部受けて受けて受けて、こう、勝つみたいな。なんかこう、みんながワン、ツー、スリーって言って盛り上がるみたいなね。なんかそういうのが、 あると、より一層い,いの。まあ、ただねやっぱ荒井由選手はあまあ本業のとこというか SKE の選抜メンバーで,たで今の現状を維持するだけでも大変だと思うんでねうんただもうできたらもうちょっとそこがあるといいかなあみたいなそれはデジモンにも言えるような気がしますけど、まあ、やっぱちょっとどん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 ねお客さんの目っていうのは厳しくなってくる気がしますしいくら まあ独自路線とは家ですようん受けて受けてより、まあ、で今度どんどんでかいですらが来ますし、まあ、今度辰巳家がプリプリ行きますかで山下美雄が帰ってきたらどうなるかっていうのもありますしねで中島も今度はあざとするんですよねああだからねいろいろ登場にも楽しみがあるんでねやっぱそこをなってくるとやっぱ上原若菜しかりどん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 ,どんだから僕的には知そうね春るなも まだちょっと時間かかるような気がしますけど自分がね元気なうちに、うん、この若い世代の人たちが登場のね力をどんな風に見せてもらえるかっていうのは楽しみでございます。